高府平方市村や本町にある京阪電気鉄道片野線の駅である。駅番号は KH63。相対式2面2線のホームを持つ地平駅。駅舎は記載地域ホーム側にのみあり、平方市方面行きホームには地下通路で連絡している。そのため車椅子対応のスロープが記載地域ホーム側のみに設置されている。改札内にトイレがある。 かつては、東海大学附属行政高等学校の学生専用改札もあったが、現在は一般改札となっている。また、平成27年2月下旬に、駅のバリアフリー化が完了した。案内サインは、上記の通りであるが、上り列車は、平方市駅までの運転のため、淀屋橋、中野島線方面と出町柳方面は、 平方市駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとも有効庁は5両。2019年度のある特定日における1日、乗降人員は4840人である。片野線では、平方市を除くと、第4番目に利用者が多い駅であり、第4番目に利用者が少ない駅である。各年度の特定日における1日乗降、乗車人員数は、下表の通り。 駅東方に、東海大学附属行政高校があるほか、駅南東150メートルほど行ったところに、コンビニエンスストアがある。出展、京阪電気鉄道開業100年記念誌、京阪100年の歩み資料編144ページ。出展、京阪電気鉄道駅置き情報誌、京プレス2015年1月号16面。 暮らしの中の景範より大阪不と経年間大阪府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 と経年間大阪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 年間 大阪府時計年間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 ローソンストア100村屋本町店廃奨学校の校舎を利用して NPO 法人平方市民活動センタースポーツサークル活動リサイクル工房子育て支援広場図書館などありがとうございます